歩いて発見、知って納得。なるほど富士散歩。今回も市役所の広報課へ行き、恒例のくじ引きで13地区の中から一つを選びます。では結果はこちらで、藤沢地区。藤沢地区のどこがおすすめですか？今この辺りなんで、もうすでに藤沢地区なんですけれど、はい、湯行通り、湯行通り、はい、それの出口のところに東北3県、うん、岩手、宮城、福島の観光物産プラザがありますんで、はい、まずそこあたりから行ってみたらどうでしょうか。で、まあ、そこから一駅ぐらいですかね、藤沢本町のところまで、はい、なるほど、わ、はい、かりました、はい、ということで藤沢本町駅を目指して散歩スタート。ここですね。こちらが観光物産プラザのようです。こちらは岩手、宮城、福島の観光物産プラザ。こんにちは。東日本大震災の被災者の方を定員にするなど、早期復興支援の一環としてオープン。国内初となる3県合同のアンテナショップなんです。かりんとうまんじゅう、すごい美味しそう。みきさん、かりんとうまんじゅうをお買い上げ。よし、いい買い物をしてきました。散歩はまだまだ続きます。ここ藤沢地区は東海道の宿場町として発展、その面影を残す古い建物が今でも多く残っているんです。蔵みたいな建物に素敵な染め物っていうか。すいません、こんにちは。こんにちは。すいません、すいません、ちょっとこの辺りで見ても大丈夫ですか？はい、どうぞご覧になってください。ありがとうございます。ここ蔵前ギャラリーは昭和初期に建てられた古い町屋。こちらは一般開放されていますので、蔵などに興味のある方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。こういう蔵っていうのはこの辺に多いものなんですか？はい、たくさんあるとは思うんですけども、はい、詳しいことはこちらの方に、はい、お聞きしてください、はいはい、小沢先生は日本家屋の歴史に詳しく、ここ藤沢の蔵なども調べている方なんです。早速先生に蔵を案内していただきました。こうやって家の中からしか出入りできないお蔵のことを内蔵とか。内蔵、ひんやりしてるでしょ。いや本当に、ね、目にも続いてるんですね。そうですね、すごい。蔵の中ってこんな感じだったんですね、うん、でも藤沢にはね、もっといろんな蔵があるんですよ。はい、ね、でこれは昭和6年ですから、ちょっと、まあ、その中では新しいんですけど、はい、他にいろんな蔵がありますから、よかったら少し一緒に散歩してみますか？本当ですか、はい、ありがとうございます、はい、ということで先生が案内してくれたのは、これはあの今お店になって、はい、元からお店として建てた蔵で、うん、こういうのを店蔵って店蔵、はい、こちらは紙問屋、企業屋さんの蔵。この蔵には建てられた時代ならではの特徴があるんです。見てみるとすごくこう壁が厚くて、上のところも厚い窓がついてますよね。やっぱすごく大事な商品を守るために、もともとは江戸で流行ったあの作りなんです。この形のものは一つしか今藤沢には残っていなくて、ここだけ、ここだけ、わーすごい。で明治44年という非常に古い建物です。明治44年。さらにある秘密が隠されているんです。でここに1本だけレールがあるの分かりますか？レール、あ、このそうですね、緑になってるのは銅板を巻いてるっていうことで、はい、これも火に強い材料なんですよ、はい、だからもし本当に火事になっちゃった時には、ここにすごく厚い糖を全部こうはめてって、はい、中に火が入らないようにさらにあの防ぐっていう仕組みになってるんですよ。こちらの蔵は現在でも紙問屋の店蔵として使われています。してくれたのは関地商店さんの蔵。左側の蔵は明治19年に、
右側の蔵は明治40年に建てられたそうです。この蔵はどういった意図があって作られたものなんですか？いい質問です、ね、ありがとうございますで こちらの方が、はい、あのお名前が穀物蔵、穀物蔵、はい、あちらが肥料蔵、こちらが肥料蔵、はい、穀物っていうのは麦とかお米とかをしまうっていうなんですね、はい、でここの関地さん、関地商店さんというお宅はあの米穀肥料商という、まあ、問屋さんをして出したお家なんです。でそういう米穀とか肥料というのはどうしてあのここにあるのかっていうと、この藤沢という町はもともと宿場だったということもあって、この、 あのちょうど北側に広がったり南側に広がったりする神奈川県内の農村部の、まあ、中心にあったところなんですね。早速蔵の中へ。あ、涼しい次全部にびっくりしちゃうみたいな大きいね。だからすごく高いよね。でしかも大きいですよね。先ほどの菊屋さんお店になってましたけど、普通倉庫みたいな用途で使うのにこんなに大きい蔵は作らないんですよ。でも先ほど言ったような肥料も、はい、あのお米も麦もすごく傘を取るものなので、はい、どうしてもそういう肥料商とか米穀商っていうのはこういうすごく大きい蔵を持ってたんです。肥料庫内も見せていただきました。こちらはあのお隣の先ほど見ていただいたオクラに骨組みだけをつけて、まあ、寄りかかるようにしてなっているので、はい、低い壁なんですけど、うん、こっち側を見ると石の壁がずっと見えてきますよね。これは鎌倉石って言って、はい、この辺りから鎌倉にかけて元々から取れていた石を使っているっていうのがあの資料から分かるものです。このような蔵を見ていると当時の藤沢の様子を垣間見ることができますね。町の、まあ、歴史であり魅力でありその町の成り立ちをずっと後の人に伝えていくものになると思うんです。やった本当に藤沢の魅力をいっぱい知ることができました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。先生とお別れしてしばらく歩いていると、あ、寿司教室ってありますね。お寿司にも教室ってあるんですね。初めて知りました。早速お店を訪ねてみることに。すいません、こんにちは。こんにちは。あの今表ですですね、寿司教室って書いてあったんですけど、はい、こちらでやっているんですか？そうなんです。寿司教室は月に 4、5 回行っています。外国人の方も気軽に参加できる人気の教室です。お寿司を体験してみたいなと。特別に今日参加させていただくのでよろしいですか？はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。普段は予約が必要ですが特別に参加させていただきました。今回のネタはこちら、地元片瀬漁港で獲れたアジなど新鮮な食材がずらり。まず板長がお手本で、この刃先をね進行方向に向けながら最後で、1、2、3枚おろし。そう、直角にして。ミキさんも3枚おろしにチャレンジ。そうです、いいです。え、これそのままそのままいっちゃっていいですよ。クロスしてますからいっちゃって、はい、あ、そうです。どうだ、あ、できた。1枚目やった。はい、右手。続いてお寿司の定番握り寿司を教えていただきます。ハサミです。親指で鳴らします。同じですよね。はい、一回人差し指で形をふわっと整える。はい、向こう側挟んでかぶせるようにひっくり返す。はい、人差し指で形を整える。そうです。はい、横に回して出すと人差し指で形を整えたら置いてみてください。はい、ほら、できた。寿司だ、寿司だ。できちゃいました。お寿司が完成。自分で作ったお寿司のお味はいかがですか？じゃあ味をいただきます。やったー、美味しそう。美味しい。およそ2時間にわたる寿司教室は終了。皆さんとっても楽しそうでした。散歩を再開し、続いて発見したのは源義経の首洗い井戸。この井戸で
義経の首を清めたという言い伝えがあるそうです。まもなく目的地藤沢本町駅です。藤沢本町駅に到着です。ゴールしました。今回藤沢地区散歩しましたね。最初は観光物産プラザから始まりましたが、藤沢市自体の歴史を感じる散歩道でしたね。それからお寿司体験も進